皆さん、こんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。このチャンネルは、さまざまな芸能ニュースを毎日お届けしていきます。励みになりますので、チャンネル登録と高評価をお願いします。今回ご紹介するのは、ハスキーで独特な甘い声と、端正な顔立ちで、幅広い年齢層で多くのファンを魅了した、大原麗子さんです。しかし壮絶な晩年を過ごされ、2009年に亡くなったのですが、最後は孤独死であったと報じられています。今回は大原さんの晩年と孤独死の真相に迫りつつ、病気と死因をご紹介したいと思います。また亡くなった現場である自宅は今どうなっているのかも合わせてご紹介します。弔辞には森光子さんや浅丘ルリ子さんが言葉を寄せ、大原麗子さんの性格や人柄に関心を寄せる人が増えているようです。生い立ちを振り返りながら、弟と父親についても調べてみました。また大原麗子さんは離婚していますが、元夫は俳優の渡瀬恒彦さんと歌手の森進一さんでした。今回は3人の関係について、結婚や馴れ初めのエピソード、お子さんはいるのかについてもまとめます。さらに国民的女優だった大原麗子さんが韓国で検索される謎についても調べてみました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは大原麗子さんのプロフィールをご紹介します。本名飯塚麗子、生年月日1946年11月13日、死没2009年8月3日、身長157センチメートル、出身地東京都文京区、最終学北豊島高等学校、2009年8月、62歳の若さでそっとお亡くなりになった大原麗子さん。晩年は闘病や母親の介護で表舞台から遠ざかっていました。大原麗子さんの代表作はドラマ「雑居時代」や「春日の局」、映画では「居酒屋長次」「おはん」など数多くありますが、皆さんの記憶に強く残っているのはサントリーレッドの CM ではないですか。少し愛して、長く愛してと柔らかく語りかける CM は大原麗子さんの魅力が全て詰まった傑作です。お亡くなりになった大原さんが発見されたのは2009年8月6日のこと。連絡が取れないことを不審に思った弟さんが警察に通報したところ、自宅2階の寝室で仰向けに倒れていたところを発見されました。15センチメートル先にある携帯電話を取ろうと手を伸ばしている状態だったと報じられています。おそらく倒れてからしばらく意識があり、ご自分で通報しようとしていたのでしょう。大女優でありながら、残念ながら最後は悲惨な孤独死を遂げたのです。司法解剖の結果、8月3日にはすでに亡くなっていたと推定されています。死因は不整脈によって起こった脳内出血だったそうです。真夏だったため、ご遺体はかなり傷んでいたと言われています。大原麗子さんが最初に休業したのは1999年頃に発症したギランバレー症候群が原因です。神経障害の一種で歩行困難になることで知られています。大原麗子さんは1973年に初めてこの病気を発症しました。一度は快方に向かったものの、99年頃に再発し休業に至ります。休業中に主治医が亡くなっていますが、それもショックだったようで、うつ病も発症してしまいます。さらに二重まぶたの整形手術に失敗し、まぶたが膨らんでしまって以来引きこもりがちになっていたそうです。悪いことが重なってしまったんですね。2008年には自宅で転倒し、右手首を折る重傷、膝も打撲してしまいます。病気や怪我が重なったことで精神的に不安定になっていたようです。大原麗子さんは性格的には少し躁鬱的な傾向があり、躁状態の時はよくしゃべり、短気なところもあったとのことです。かつてマネージャーを務めていた女性は、ある映画監督からのヌードの要求を単価を切って断ったエピソードを披露しています。そればかりか、可憐な容姿からは想像できないほど勝ち気な性格で、10人近い男性マネージャーたちを振り回してきた武勇伝の持ち主でした。近い人たちの証言をまとめると、わがままで気が強く男勝りなところがあり、それでいて寂しがり屋という女性像が浮かんできます。若い頃から病魔に苦しめられたこともあり、心にも傷を負っていたのかもしれません。そしておそらく彼女の生い立ちが影響していると思われますが、男性に不正を求めてしまう、
ファザコンでもあったようです。1946年11月13日、老舗の和菓子屋打月堂の長女として誕生した大原玲子さん。3歳年下の弟大原正光さんは獨協大学卒業後、銀行マンを経て姉の個人事務所の社長を務めていた時期がありました。子弟の運命が大きく変わったのは、姉が8歳の時、両親が離婚し、姉は母敏子さんに、弟は父に引き取られることになります。後に正光さんが語ったところによると、離婚の原因は父親の女癖の悪さ。父にはなんと5回の結婚歴があり、敏子さんは4人目の妻でした。また父と大原玲子さんの間にも根深い確執があったようです。幼い頃から父親の DV を受けていたという大原玲子さん、写真の撮られ方をとても気にしていたそうですが、これは殴られたことにより尾骨の右側が少し盛り上がっていたからでした。森進一さんと離婚後は大原姓に戻らず、家庭裁判所の手続きを経て母親の姓である飯塚を名乗っています。それほど父親との確執は深かったようです。そのため亡くなった時の本名は飯塚玲子です。ストレスのせいなのか、夜も眠れず救いを求めて友人たちに長々と電話をかけていたのも彼女なりの SOS だった可能性があったはず。お別れ会で浅岡瑠璃子さんは、不平だらけの長電話に出たくなかった、でもちゃんと受け止めるべきだったと語りました。誰からも受け入れてもらえず救いを得られなかった大原玲子さん、数々の名演を残してくれた大女優が孤独な最後を迎えなければならなかったことに胸が痛みます。女優としてのプライドと一人の女性としての葛藤に苦しむ心情が伝わってくるエピソードです。大原玲子さんが亡くなった当時、家には黄色いテープが貼られ立ち入り禁止となっていました。現在家はどうなっているのでしょう。彼女の自宅は世田谷区岡本にある豪邸でした。2015年9月、 TBS の番組私の何がいけないのに弟の正光さんが出演されました。その番組内で豪邸が売却されたことを明かしました。同年8月の7回忌後、翌月に売却されたといいます。生前に大原さんは豪邸を売る時も形は残してほしいと希望していたため、売却後も取り壊されなかったようです。売却時の値段は2億5000万円、高額だったため大原さんの死後6年間は買い手がつかなかったそうです。広い車庫に緑豊かな豪邸、しかしインターネットで確認したところ、現在は当時と異なる建物が建っています。調べてみると豪邸は2019年に取り壊されたことが分かりました。残してほしいという遺言を守るのも維持費や管理費の問題で難しかったのでしょう。続いて大原玲子さんが韓国というワードで検索される件についてですが、なぜ韓国で検索されるのかは正確には分かりませんでした。考えられるのは、今回ご紹介した大原玲子さんが50代で受けた二重まぶたの整形手術かもしれません。この手術は失敗し、元に戻すための再手術を受けることになりました。韓国は整形大国と言われており、整形手術が広く普及しており、アジアの近隣諸国からも患者が訪れるそうです。大原玲子さんも韓国で手術を受けたのではと思う人がいるのかもしれません。また大原という名字は在日朝鮮人の通り名にたびたび使われるとの説があるようなので、韓国ルーツが疑われたのかもしれません。真相は謎です。成果は東京文京区の老舗和菓子店、両親にも韓国とのつながりは見えません。こちらは憶測の可能性が高そうです。次は大原玲子さんの結婚歴についてです。大原玲子さんが初めて結婚したのは1973年、最初の相手は俳優の渡瀬恒彦さんでした。1978年に離婚するまで5年間の夫婦生活を送っています。当時の渡瀬さんは東映専属の俳優として活躍しており、京都にある東映撮影所がメインの仕事現場でした。そこで彼は2人で京都に引っ越そうと大原さんに提案。しかし彼女の仕事現場は基本的に東京の撮影所でした。すでに人気を確立していた大原玲子さんが東京を去って京都に住むのは無理がありました。結果的に理想の夫婦生活は送れず、すれ違いが生じたため5年で離婚に至ったとのことです。
やむを得ない事情での離婚だったため、二人は離婚後も交流を続けていました。後年の大原玲子さんは、ストレスのためか周囲に悪態をつき、徐々に芸能界から孤立していきました。そこで渡瀬さんは自身の代表作、十津川警部シリーズの東北新幹線早手殺人事件に大原玲子さんを出演させました。彼女にとって最後のドラマ出演となりましたが、渡瀬さんと共演を果たし、満足だったのではないでしょうか。渡瀬さんは離婚後、伊保さんという女性と再婚し、二人のお子さんたちと幸せな生活を送りました。しかし大原玲子さんは、2009年に自宅で孤独死しています。渡瀬さんは彼女の最期を悲しみ、お別れの会や七回忌など、節目のイベントには必ず出席していました。そして彼も2017年、胆のうがんで72年の生涯を終えます。2015年、大原さんの七回忌に参列した際、すでに体調が悪かったそうです。しかし病魔に侵されながらも、かつて愛した女性の墓前に赴き、彼女の死を悼みました。別れたとはいえ、僕の妻でしたから、と、彼女への思いを語った渡瀬さん。大原さんを幸せにできなかった責任を、最後の瞬間まで感じていたのかもしれません。大原玲子さんは渡瀬さんと離婚後の1980年、歌手の森進一さんと再婚しました。しかし4年後に、再び離婚しています。二人の離婚については、様々な噂が流れていますが、実際のところは、価値観のズレが破局の原因だったようです。森さんは妻には、家庭を重視してほしかったそうですが、大原玲子さんは仕事を優先。一生、女優でありたい、と彼女が語った時点で、夫婦生活がうまくいかないことは、見えていたのかもしれません。離婚会見で森さんは、理想の家庭ができなかったと理由を説明。それに対して大原玲子さんは、家庭に男が二人いたと語りました。夫婦が共に仕事の絶頂期にあったため、家庭を重視する気持ちがなかったのでしょう。そもそも大原玲子さんは、なぜ渡瀬さんと森さんとの結婚を決意したのでしょう。それぞれの結婚と馴れ初めについては、これといった情報がありません。ただ最初の結婚については、女優として先輩だった大原玲子さんの方から、駆け出し俳優の渡瀬さんを好きになったそうです。彼女にとって好みの男性は、毅然としている強い人であると同時に、繊細でおとなしい人でした。渡瀬さんは幼少期から喧嘩が強く、男らしい性格の反面、女性に対しては優しかったようです。彼の性格は、まさにタイプの人柄だったのでしょう。大原玲子さんは自宅マンションに、渡瀬さん専用の電話を設置し、それが鳴ると時間帯にかかわらず、必ず受話器を取りました。生活スタイルの違いによって、離婚せざるを得ませんでしたが、彼女にとって王子様に近い男性だったのかもしれません。森さんと大原さんは、かつて鍋プロの同期だったため、お互いにデビュー当時から交流がありました。同期で気心の知れた仲だった二人。結婚生活がうまくいっていなかった時期の大原さんにとって、森さんと過ごす時間は、安らげたのかもしれません。家庭優先を結婚の条件として、提示した彼に対しては、努力すると答えながらも、結果として女優業を優先。もしも女優への未練を断ち切れていたとすれば、家庭では幸せを手に入れていたかもしれません。大原玲子さんには子供がいませんでした。仕事を優先した女優ですから、子供を望んだことがなかったとされてきました。あまり知られてはいませんが、実は、渡瀬さんと森さんとの子供を、それぞれ妊娠した経験があります。弟の正光さんによると、彼女は渡瀬さんとの結婚前に、彼の子を妊娠したとのこと。しかし子宮外妊娠だったことで、流産してしまったのです。緊急手術の際、渡瀬さんから輸血してもらった大原さんは、彼の血が私の中に流れているのが嬉しい、と言っていたようです。お子さんは残念な結果に終わりましたが、愛する人の血を分けてもらえたことは、何よりの喜びだったのでしょう。また森さんとの子供は、妊娠後に中絶しています。正光さんに対して、中絶したいから病院を紹介して、と頼んだそうです。ドラマに出演していたため、お腹が膨らむと仕事に支障が出てしまう恐れがあり、中絶を決意したということでした。身ごもった子供を手放してまで、仕事に情熱を注がなければ、女優失格という風潮が、当時はあったのかもしれません。
そもそも家庭を優先しない女優は結婚生活で幸福になれないという常識もすでに時代遅れでしょう。ただし結婚も子供も諦め女優人生を貫いたという彼女へのイメージは世間が望む大女優のイメージそのものです。女優であり続けるには私生活での幸せを手放さなければならないという風潮の理不尽さを考えさせられるエピソードですね。大原さんの中絶について話題にしたところで彼女の魂は浮かばれません。しかし彼女のエピソードを知った芸能関係者が女優に対する認識を少しでも改めてくれれば女優もより生きやすくなることでしょう。華やかな女優活動の舞台裏で波乱万丈の人生を送った大原麗子さん、スクリーンに登場しただけでその場がパッと明るくなるような華のある女優さんでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。